ハサン・イブン・アリー・イブン・アビー・ターリブは、アリー・イブン・アビー・ターリブとファーティ・マザ・フラーの子で、ムハンマドの初孫。スンナ派からは、第五代政党カリフとして、また大部分のシーア派ムスリムから第二代イマームとして、扱われるが、弟・フサインを第二代として扱うシーア派分派もある。いずれにしろ、アフルアルイコールバイトとしてスンナ派、シーア派のいずれにおいても重要な人物である。 ハサン・イブン・アリーが生まれたのはヒジラの約2年後である。父はムハンマドのいとこであり、死んだヤツヤリー。母はムハンマドの娘ファーティマ・ザ・フラーであった。ハサン・イブン・アリーはムハンマドの初孫にあたる。シーア派伝承によれば、ハサンの名は神の死者を受けてムハンマドが名付けたものであるという。ハサンはアラビア語でリリシーを意味する。ハサンと弟は、 祖父ムハンマドに大いに愛されたといい、これを示す多くのハディースや交渉伝承が残る。また、ハサンとフサインが楽園において若者たちの指導者となるであろうとするハディースもある。シーア派はハサンを大交のハディースにおけるの4人のうちの1人と信じる。父、カリフ・アリーが現在のイラク南部の軍営と四ファに没すると、当地のアリー支持者らはハサンを後継のカリフとして 中誠を誓い、アリーとカリフ職を争っていた、ムアーウィアの脅威となった。ムアーウィアは指揮下にあるシリア、パレスティナ、ヨルダンの指揮官らに、自らの勢力につき、戦いに備えるよう申し渡す一方、若いハサンに対し、カリフ職継承を断念するよう所感を送っている。ハサンにカリフ職継承を断念させることができれば、ムアーウィアは内乱の危機を回避することができる。 さらに戦って、ハサンを屈服させれば、絶対的権力を支中にすることができるものの、正当性に疑問符がつき、問題側を引いてしまうからである。しかし、交渉は進まず、ムアーウィアは6万と、合される軍をハサンに差し向け、一方のハサンもこれに対して、軍を送った。両軍は、サバト近郊で退治することとなる。この緊張の時期、 ハサンは共同体の分裂を憎み、支持者らに同意できないとしてもなお、ハサンの命に従うよう訴えたと言われる。これを幸福への手配りと捉えて、ハサンに反抗して歯を向ける者もいた。ハサンは負傷したものの、忠誠を誓う兵士らによって守られた。これにより反逆者らを忠するを得たが、他にも、ウバイドゥッラーのようにムアーウィアにつく指揮官もいた。 両軍の間に数度の衝突はあったが、死由を決するものではなかった。ムアーウィアは、戦いが多くの人命を損ない人口を減らすことを憂慮し、二人の暗い種族の男性を、停戦交渉のため、ハサンの元へ送った。ハサンも自身が負傷し、また自軍内での不満の高まったことに合わせ、元より長く続く内乱の終結は、望むところであり。 最終的に停戦交渉を持つこととした。スンナ科学者によれば、ハサンは、ムアーウィアがクルアンと、スンナに従うこと、そしてその死後には、火力腐食千人のシューラーが持たれるべきこと、そして、ハサンの支持者に対する、いかなる報復をも禁ずることを条件としたという。シーア科学者はさらに、ムアーウィア没後ハサンが生存していればハサンへ。 ハサン没後であれば、弟夫妻二分アリーに、カリフ職を返還することも条件であったという。ムワーウィアは、クーファへ進軍し、当地のムスリムに自身への忠誠を要求した。またハサンにも、反抗的なハワーリジュ派との戦いにおいて、ムワーウィアへの支持を強制しようとしている。ハサンはこれに対して、書簡を送ったという。私は、正当な権利の主張による戦いさえも、 平和と調和のために断念した。そのような私があなたと共に戦うと、大いかと。ほとんどのカリフ年代記はハサンをカリフに含めない。ハサンがカリフ職を称したのは、ごく短期間であり、また、イスラーム帝国のわずかな部分に承認されたに過ぎず、やがて、ムワーウィアのカリフ職を承認している。しかし一部のスンナハシや、例えばスユーティー、イブンアラビー、 イブンカスイールらはハサンをムワーウィアの前代カリフとして認める。十二イマームハシーアハムスリムではハサンをムビューの十二イマームの一人とする。ハサンはマディーナにイントン後は性依存症の症状を強く見せ、一度に多くの女性と結婚して性交渉にふけり、飽きたら一度にそれらの女性を離婚して他の女性と結婚するという行為を繰り返すことで、 多くの女性とセックスを行った。ガッザーリは200人以上という説を挙げている。ガッザーリは、ムハンマドが、ハサンが自分に似て、フサインはアリーに似たと述べたというハディースを弾きながら、ハサンの他行為は預言者ムハンマドに似たものであるとしている。ガッザーリは、男性の性依存症については、妻の数を一人でなく4人まで増やし、それでもダメなら、 離婚と再婚を繰り返すのが良いとして、性依存症自体の治療ではなく、性依存する権利と、イスラーム的道徳を調和させるべきとしている。ハサンは669年、マディーナに没したとするのが、死下の説である。マディーナの預言者モスクに対する有名なジャンナトゥル、バキー墓地に葬られた。ほとんどはシーア派よりのものであるが、初期のアラブの歴史家は、ハサンの死について、 別の記録を残している。それによるとムアーウィアはカリフ職を息子、ヤズイードイブンムアーウィアへと相続することを望み、ハザンをその障害と考えて殺害をもくろんだ。ムアーウィアはハザンの妻、ジャーダ・ビント・アル・アシュアース、イブン・カイスに通じ、毒殺をけしかけた。ジャーダはムアーウィアの提案通り、 蜂蜜に毒を混ぜ合わせて、ハサンに供した、というものである。マデルングは、毒を持ったのは、別の妻、スハイルイ・ブン・アムルの娘、あるいは従者によるとする伝承についても指摘しており、さらにバラーズリーや、ワーキディなども引用している。マデルングは、歴史研究者でもシーア派伝承を多く受け入れているが、ハサンの毒殺説についても、有名な初期イスラーム史カタバリーが、 人々の信仰に揺らぎを与えることを恐れて隠蔽したものと考えている。シーア派資料では上記の基本的な物語にさらなる殉職が加えられている。ジャーダは黄金とヤズイードとの結婚が約束されていたという。金銭と権力に誘われた彼女はダマスカスのムアーウィアの宮廷へと急いだ。しかしムアーウィアは約束を違えて別の男性と結婚させてしまった。 というものである。スンナ派ではこれらはすべてムアーウィアを中傷することを唯一の目的とした偶話であると捉えられている。シーア派では装置をめぐって次のように言う。ハサンはその死の前に可能であれば祖父、預言者ムハンマドに並んで葬ってほしいとの願いを口にした。当時、預言者の墓の周りに誰かを葬るについてはムハンマドの妻、アーイャの許可が必要であった。 しかし、ハサンについては愛者がこれを拒絶した。ムアーウィアに任じられた、マディーナの統治者は、預言者に並んでハサンが葬られることを防ぐために、部隊を派遣した。こうして、ハサンの家族は別の場所への埋葬を余儀なくされ、ジャンナトルバキー墓地へと埋葬した。スンナ派では、ハサンイブンアリーは、アフルアルイコールバイト、そしてサハーバの一人として数形される。 また、すんな派学者の一部は、戦術のようにアリーによる、使命を根拠として、第5代カリフとしての栄誉を与えている。テレビシリーズ、タンハータリームサルダールは、ペルシア語、アラビア語、トルコ語及び、同時音声による、ウルドゥー語、字幕スーパーでの英語、スペイン語、スワヒリ語版がある。このシリーズでは、父の悲劇から解き起こし、ハザをめぐる、数々の政治的事件、 イマームとしてのハサン、ムアーウィアとの定戦、その死と埋葬までを描く。イランの連続テレビドラマとして制作され、全19話、DVD で7巻組である。シーア派では、ハサン・イブン・アリーについて、非常に肯定的に扱う。ハサンは、第二代イマームであり、また殉教者とされる。キター・ブアル・イルシャード、シャイフ・ムフィード、キター・ブアル・イルシャード、シャイフ・ムフィード、イブン・アーサム・フォー。 B153 アザーナンバーズブハーリーの申請週3時49分867マデルング・ザ・サクセション2ムハンマド1997ピアニッシュも324から325ハット AB このような極短期間あるいは部分的な承認によるカリフの例としてはムアーウィやニセイアブドゥン・ラ・イブンズワイルを挙げることができる 現代に生きるイスラームの婚姻論、ガザーリーの婚姻作法の初訳中解説、青柳香る、2003、東京外国語大学アジアアフリカ言語文化、研究所、P60P61、ムアーウィアによる、破産殺害への関心を示す兆候はなく、自然史でないとの確証のない限り、破産の毒殺を命じたとすることはできない。タンハタリームサルダル別名イマームアルハッサン、 ビンハリ、ヤンズイマム、ザ・ロンリースト・コマンダー&、オアザ・モースト・ロンリー・コマンダー。ありがとうございます。